アーティストの PV とか見るのがすごく好きで、どうしてもなんか照明とか音響の方が気になってて、昔から。1年生の頃はウェブ関係に進みたくて来たんですけど、将来その仕事がなくなるかもしれないってなって、映像系のアルバイトを始めたりしたんですけど、あんまり思ったより自分にフィットしなくて、でも未来塾っていう番組に NHK で出た時、南阿蘇の水を使ったブランディングをするようになって、ビジネス的なことも含めたデザインとかがすごい楽しくなって、なんか今はデザイナーと普通のクライアントをつなぐような、その架け橋みたいな仕事がやりたいなと思っています。女性をターゲットにしたメイクのサポート、美容系のアプリケーション開発ということで、 AI とメイク、パーソナルカラーとかを組み合わせたアプリの開発を行うっていうプランで行きました。3人メンバーいたので3人で山分けしました。自分はその美容系っていうことで、デパコスとかに行って美容部員さんとお話しするきっかけに、いろんなお店の化粧品を買いました。仕事とかそういうプランとか、何でもコンテストとかあったらとりあえず出てみようっていう、やってみよう精神で2年間今過ごしていて、やってて後悔したことはなくて、やらなかった後悔の方が多分自分は嫌だと思うので、とりあえず全部もらった仕事はやるようにしてて、それで毎日充実してるんですけど、今受験ですごく進路に迷ってたり先が見えない不安とかあると思うんですけど、進んでいれば道は開けてきてどうにでもなると思うので、頑張ってください。